こんにちは、こうです。今回は視聴者さんよりご依頼をいただきましたヒーリングをお届けしてまいります。このような内容です。お一人目、娘が車酔いがひどくて大学通うのに毎日酔い止めを飲まないとバスや電車に乗れないのですが、何か三半規管を強くするような方法やヒーリングはないですか？耳鳴りではないようですが、地下鉄のブレーキ音とかで頭も痛くなるみたいで。お二人目、2ヶ月前から突然のキーンという頭鳴りに苦しめられています。生活が一変してしまい、精神的ダメージが大きくて辛い毎日です。どこの病院へ行っても今の医学では完治しないし、特効薬もないから気にしないようになれるしかないと言われます。モチベーションを上げようと頑張ってますが、気圧の変化も関係するようで梅雨時が不安になります。脳の興奮や誤作動を抑えるようなヒーリング、三半規管が気圧の変化に対応できるような、そんなヒーリングがあると心強いです。はい、このようなご依頼ですね。ご依頼いただいてからちょっとだいぶ時間が経ってしまいまして、申し訳ございませんでした。ということで今回は三半規管を中心に、ヒーリングでアプローチしていきたいと思っております。三半規管は耳の奥にありまして、平衡感覚を司っていますね。で、半円形の管が3つ集まった構造をしていて、頭を動かすとこの管の中をですね、満たしているリンパ液の流れが変化します。で、この動きによって前後左右上下もですね、これらの感覚を感じ取ることができるんですね。で、この機能が低下するとご依頼いただいたようなですね、症状が現れたり、めまいや嘔吐といった症状が現れます。では早速ですが、三半規管を中心としたヒーリングをしてまいります。それではヒーリングを開始してまいります。はい、完了です。はい、本日は、三半規管にアプローチするヒーリングをお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。どうか症状が改善されますように。それでは次回もよろしくお願いします。またね。